強きが弱きを食らう。なかなかやるじゃないか。実は兄さんたちを見込んでもう一つお願いがあるんだ。平原にいる羊の毛を集めてほしいんだよね。お言葉に甘えることにするよ。平原に普通よりでっかい羊がいるだろう。あいつらのウールは服の材料にぴったりなんだよ。盛大に集まったらここに持ってきてくれよ。
行け。やった。それ
の謎も解き明かせるかもね。あんたたち嵐のことを調べてるんだったね。一ついいことを教えるよ。嵐はすごく暑い日に限って起きるんだ。どうする？暑くなるのをのんびり待ってる？もっといい手がないかな。近くに天気を操る機械があるよ。魔物の関係は分かってるかい？この天候制御装置の使い方教えてやろうか。まず天候制御装置の使い方だね。レバーを操作して風向きを変えて天気を変えられるんだ。レバーの倒し方の組み合わせで天候が変わっていくよ。組み合わせは4つ。起こせる天気も4種類だ。大平原の天気は出てくる魔物に影響する。例えば雨なら水辺に住む魔物が元気になったり、普段は姿を見せない強敵が現れたり。手具合さ、天気を操れば大平原の魔物も操れるってわけだね。使い方は以上。また知りたくなったらいつでも聞いてよ。はい、クポ。
気の原因が分かったぞ。平原にプリンばかり狙う魔物がいるんだ。いっぺんに何十匹も大口開けて丸飲みだとよ。その時突風が起きるって話だ。何十匹も飲み込むなんて。ノエル、これってもしかして。ここでもプリンか。サンレスの巨大プリンと無関係とは思えないな。ここで魔物に飲まれたプリンが時を超えてサンレスに行ったとか。可能性は高いな。調べてみる価値ありかな。見ろ、地球の穴に飲み込まれてる。行き先はサンレスの巨大プリンのところ。だとしたらあいつを倒せばプリンの成長は止まる。
行け。どうだ。行け。待ってたよ。
相手にするのはちょっときついか。うまく解いてもらえたらいいんだけど、ハンターの人たちに相談してみない？襲ったバカでっかい魔物はロングイって言うんだ。あいつ雷が嫌いみたいだぜ。雷になると一目散に逃げてくのを見たんだ。
嵐を起こしてるのはマルドゥークって魔物だ。あいつを倒せば嵐は収まるかもしれん。Thank you.
の原因はこれ？うん、戻ろう。スノーが無茶しないうちに。心配してくれるんだ。早くスノーのところに帰りたいだろ。頑丈なのが一番の自慢の人だから。離れていても元気なことだけは信じられる。俺なら無理だな。大切な人と離れるなんて考えられなかった。そばにいたっていついなくなるかわからない、そんな世界だったから。ノエル。いいんだ、運命は変えられるって信じてここにいるから。わかんねえ。マルドゥークはプリンなんか食わなかったはずなのに、なんで倒したら嵐が静まったんだ。あの細っこいのが。羊から調達したウールで服や毛布を作ってるんだ。初めて見た時からやってくれると思ってたぜ。
け。心を一つに。そうこなくちゃ。違うみたい。ご明察クポ、何かで封印されててオーパーツじゃ開かないクポ。どこかに隠されてる封印を解くのクポ。モグリ、ここ。はっ。
Thank you.